じゃじゃん、チエロサウンドガーデンという Bluetooth のスピーカーをですね、ちょっとモニターすることになりました。白と黒のモデルがあるようですが、僕の手元にあるのこの白のモデルで、ここにうっすらスピーカーが2つついておりますね。 2W×2 だそうです。先に言っときますと、今日後ろの襖ね、隙間空いてますけども、ちょっと事情があって開けてるだけで、隙間男が覗いたりとか、誰か出てきたりとか、そんなことは一切ありませんので、USB でチャージできて、10時間持つそうです、内蔵バッテリーが。で、まあ、箱開けた瞬間からこのストラップがついてるんでね、もういかにも、外に持ち出してって感じの製品ですよね。こういったビロード調の、キャリングポーチもついております。で、まあ、このスピーカーなんですけども、ここで電源をポチッと入れて、音がしますね。ボーンって。で、iPhone とかね、こういった Bluetooth 機器で、もう接続しちゃった。接続しちゃいました。まあ、皆さん YouTube ご覧になってるんでね、YouTube をポッと。ここの上の天板でね、ボリューム調整とか曲送りとかできるんですけど、これでじゃあ最大にしてみましょうか。ドン。×2 の製品もありますけど、こちら 2W×2 なんでね、ちょっと心配したんですけど、音量的には全然申し分はないですね。で、ちょっと気になったのはね、音質の方がね、低音に寄りすぎかなっていう感じはしましたね。個人的にですね、使ってみた印象としては、こういったピアノの曲ね、ピアノとかバラード系のね、ちょっとおとなしめ、音数も少なめの曲が聴きやすいかなと。あんまり低音ブリブリ行きすぎる曲だと、こっちも低音に寄ってるんで、モコモコしちゃって、ちょっと聞きにくいかなと、そんな印象ありましたね。まあ、スマホ対応製品でありますからね、こちらの方で当然、通話の待ち受けもできます。通話ができます。相変わらず友達いないんで通話試すことができませんけども、充電に必要な USB ケーブル、それから、ちょっと短いんですけど、LINE 入力ケーブルがついてます。Bluetooth 接続がうまくいかない環境でもね、こうやって LINE 入力すればちゃんと使えますよね。LINE 入力した時はね、ここの M のボタンをピッと押すと切り替えができます。LINE 入力の場合は Bluetooth と違って音の遅延がないので楽器アプリに。まあ、楽器アプリにいいですよね。まあ、チーロの製品といえばね、大容量のバッテリーが有名ですけども、そういったバッテリー製品でもこれは充電できるそうです。まあ、デザイン的にはもう一見してジョーボーンのジャムボックスを意識してるなという感じはありまして、で、ただこれね、前と後ろがね、ちょっとわかりにくいので、後ろ側でこうやって聞いてることが何度かありました。その辺ちょっと工夫があると良かったかもしれないですね。全体的にシリコンゴムで覆われてまして、足がついておりますけども、やっぱりね、振動の吸収っていうのはね、すごくいいですね。ちゃぶ台の上とかに置いてね、ガンガン鳴らしたりしたんですけども、振動でビリビリ来るっていうことはあんまりなかったですね。ちゃんと吸収してるなという感じはしました。これからね、行楽にいい季節なんで、こういったものを持ってってね、音楽をかけるであるとか、楽器アプリを楽しむであるとか、そういったことがね、できるんじゃないかなと、そう思いました。じゃあ最後に今日このチーロサウンドガーデンを使って、おなじみのアイカオシレーターでなんか遊びながらお別れしたいなと思います。それでは。